おい、もういいからこれ何やってんの。もういい、もういい、もう長い。すいません、こんにちは、村田嵐です。というわけでちょっと本日 の企画で始めたんですけど、いやこちらちょっと見て、これ何年、1900何年のものとかの。いや俺が若い時やっとったやつみたいな。ノーズの形とか全然ちゃうんですけど、これこのボードどうしたかというと、リサイクルショップで3000円で購入しました。こちら見て、しかもこれフィンがついとんの、もともとで、こんな感じで長さが 6-1 なんですよ。で本日めちゃくちゃ惚れとる波のところに来たんで、ちょっと3000円のボードでどれだけプロが乗れるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。あとはメイヘムの僕の新型の2021年モデルのやつと、あとは1900なんちゃら年のやつをちょっと比較みたいな感じでちょっとやっていこうかなと思います。いやマジでこれ 6-1 で、まあ、オンフィンで、もう形がもう見るからにとんでもなく細くて、ザ昔のボード、おとんがハサミ始めた時こんな感じ。いやそれもそんな持ってた。ああ、いやすごいよこれ。で昔はだって 6-2 とか 6-3 当たり前だもん、今は 5-6 とかだけど、うん、でというわけで本日の企画、激安3000円のボードでサーフィンしてみたというわけでやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。見てこれ、ちょっと見えるドラゴン。おお、そう、これ僕が初めてついた存在やんな。嬉しすぎてノーズに貼ったやつや。そう、サングラスのメーカーなんやけど、初めて僕がついた存在が貼られとったみたいな。でキワッチはこれアストロやな。あ、そうだ、多分滑りそう。はい、というわけで、ちょっと日本並べてみました。こちらが2021年式、そしてこちらが1900なんちゃら式というわけで、もう約30年ぐらい前のボードかな。多分2、30年前のボードなんですよ。でちょっと新型と旧型、ちょっと何が違うか、どう板の成長がしたっていうのを、まあ、僕シェイパーじゃないから詳しくは分からんけど、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずちょっと違いを見ていきたいと思います。いやまず長さはちゃうんけど、こちら5-7ハーフで、こちら6-1なんですけど、見ての通りノーズの幅見て、これちょっと近寄ってもらったら分かるんですけど、もうこっちの方がちっちゃいのに幅がある。もうなんていうの、これこのボードをギュッてやってビュッてやった感じかのような作り。でも昔のボードってよく見るけど、こういう形が多いですよね。そう、自分が初めて小学1年で買ったのこれだよ。うん、こんな感じだった。しかもオンフィンだったから。そうなんです、中古。そうで、それでまああとは違いは何かというと、こちら見てください。ノーズもテールも一緒やけど、ありえんぐらい細いんですよ。そのビッグウェーブを攻める時用のガンってあるんですけど、それかのような作りになっています。いやとにかく全然違う。まあでもあと唯一変わってないのは、まあ、ストリンガーが木で真ん中にあるっていうことぐらいですかね。はい、これでも調子よかったら種子島のラウンド1それで行くんでしょ。あ、そうっす、これで優勝を狙いたいですね。ちょっと調子よかったら。まあおどん的にどうですか。いや懐かしい、うん、みんなそういうやつだったよ。まあやっぱりその昔はこんぐらい長いっていうのが当たり前やったやろ。そう、みんな6-1とか6-2だった、うん、で今なんかな、僕なんか5-7、まあ、体重63キロあって5-7なんですけど、多分 このボードの、まあ、持ち主やった方とかは多分そんなさ6-1あるけど体重多分60ぐらいだと思うんですよ。そうじゃない、だって細いもん。だからちょっと多分ちょうどいいと思います。はい、というわけで、本日ですね、こちらの2021年式と、こちらの1900なんちゃら年式の、日本をですね、ちょっと比較みたいな感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで早速こちらのサーフボードでやっていきたいと思います。マジで3000円の力をちょっと皆さんに見せようかなと思います。いや本当にこういうボードはサーフィン始めた頃以外乗ってないから、まあ、どんなサーフィンになるか分からんけど、それがまたおもろいかなと思います。では行っていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。
チャンネル登録よろしく。はい、というわけでこちらの3000円のボードでサーフィンやってきました。まず第一感想が、普通に3000円の板でテイクオフもできてからのリップもできたし、予想以上に良かったかなと思います。あとちょっと良かった点は、普通にテイクオフやったりリップも全然できたし良かった。で、ダメやったポイントが、長さは6万あるけど、このボリュームがすごいないからテイクオフが難しかった。そのパドルがですね、なんか板が沈んでパドルを本気でしてもなかなか思ったより進んでくれなかったのがちょっとあかんかったポイントかなと思います。まああとは、その昔の人が、昔そのエアリバーが存在しなかった時、なぜ存在しなかったかちょっと分かった気がします。この板でエアしようと一回したんやけど、いやもう本当に飛び出す前に無理やと思って、ね、ちょっと無理でした本当に。音的にどうでした見た目。いや、波がさ思ったよりでかいじゃん、はい、多分頭オーバーあるから、はい、それをこの板で最初も無理かなと思ったけど、後半ちょっと乗れとったよ。だからまあ乗れるのは乗れるよね。全然乗れました。まあ本当に中古屋さん行ってこちらのボードを3000円で買って、よっしゃこれでサーフィンするかっつったら、ちょっとまた難しい、また違うボードになってくるんですけど、でもこれ本当になんか昔の板、こんなん初めて乗れて楽しかったですね。ちょっとこちらの何の板のメーカーかはちょっとわからないんですけど、すごく楽しかったです。なんか新しい感覚でできましたね。いや、たまにはいいんじゃない。昔の人は結構難しいボードで頑張っとったってことだよ。そうですね。まあそのエアができなかった理由、この長かった理由なんですけど、でかい波用で、これいつもは5-7なんですけど、でかい波用で5-9の板を作ったんですよ。その時にエアがなかなかできなくなって、ちょっとエア不調な時期があったんですよ。それから5-7に変えたら一瞬でエアができるようになったんですよ。それと同じで、やっぱり長い板ってエアが難しいんですよ。この板でも多分リバースは全然できると思うんですけど、この長さでエアしようと思ったらなかなかの本当に不可能やと思います。だけど、でも普通にこういう板も楽しかったですね。まあ、あと問題やったこのオンフィン、このフィンなんですけど、もう FCS でもフューチャーでも何でもないフィンなんですけど、もう気にならずにできました。引っかかるとかなしで、全然気になることなくサーフィンができたから、いや楽しかったですね。あとはテールの細さは、いやテールの細さもあんま気にならんかったけど、まあ、あとはなんかその友達と4人ぐらいトリップ来た時にリサイクルショップ行って3000円の板買って、友達と遊ぶっていうのも一つの楽しみ方かなと思います。はい、というわけでちょっとこちらの板をちょっと楽しんで、3000円のボードがどんなもんか分かったので、ちょっとこちらの2021年式の奥の新しいボードでサーフィンして、ちょっとライディングの違いやったり、ちょっとその辺を比較していこうかなと思います。はい、というわけでちょっと波がですね、風が入ってきてなかなか難しくなってきてるんですけど、ちょっとこちらの僕の新しい板でちょっとやっていきたいと思います。でもこう持っただけでなんか安心感がありますねさっきのドアもなんかバーってパドル行ったらこれ大丈夫かってなったんですけど、まあ、でも意外とサーフィンできたから楽しかったんです。そして次こちらでサーフィンしていきたいと思います。それ何ですか。これはドライバー 2.0 というもう安心感バリバリのサーフボードです。で、まあ、それで乗れんかったら自分のせいだね。はい、行きます。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで、ちょっとやってきました。いや、波終わりましたね。いや、良くなくなってちょっとこちらの板でまともなサーフィンができなかったんですけど、まあ今回の企画はですね、ちょっと3000円のボードでやってみたということでやっていきました。本当に比較というか、もう比較するほどではないんですけど、まあ、こちらはですね、ちょっと安定した安心感が、ありました。まあ、というわけで本日はですね、こんな感じで終わっていきたいと思います。いや、マジで、久々じゃないけど、まあ、初めてああいう板に乗ってみて、まあ、ちょっといい経験ができたかなと思います。いや、本当にああいう板でですね、まあ、昔の方々はああいう板しかなかったから、
まあ、いう板でサービスできたと思うんですけど、もしかしたらあの20年後この板があんな板あったなみたいになってるかもしれません。もうちょっと20年後はですねどうなってるか、まあ、分からんけど、まあ、多分20年後こういう板もなくなってるかもしれないですね。まあ、それもそれで多分面白い板になると思います。もしかしたら透明のボードとかになるかもしれんし、まあ、ちょっと分からんけど、まあ、そういうボードに進化してくるんじゃないかなと思います。いや本日も、こんな感じで終わっていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもおもろかったなと思ったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。